はい、どうも、マグニーでございます。ちょっと待って、皆さん、YouTuber の皆さんに朗報でございます。私が常日頃愛用しております YouTube クリエイターツールがアップデートしましてですね、再生リストを編集することができるようになりました。これはね、素晴らしいですね。まあ、とりあえず、見ていただきながらですね、ちょっと解説していきたいと思います。はい、こちら今 YouTube クリエイター立ち上げました。そう、この前にですね、実はゴミ箱チャンネルっていうのを立ち上げまして、これ今ここにあるんで、今動画をアップしたされてないんですけどね。まあ、じゃあ、今回はですね、この、実況本館の方で、見ていきましょう。はい、見ますと、まあ、このようにアナリティクスがあって、まあ、動画があってコメントを見ることができるんですけどね、左上を押すとこうやって出てきて、まあ、動画、今までアップした動画を更新順に見れることができて、本当皆さん見ていただいてますね。あー、嬉しいなー、嬉しいなー、うん、いっぱい更新したいな。で、コメント、まあ、ここまではずっと見れてましたね。ここまではずっと見れてました。すっげえね、有益なコメントいっぱいくださるんですよ、みんなね。で、ここに再生リストという項目が増えてるんです。今までありませんでした。その下にアナリティクスと設定というのはもともとございましたし、再生リストというのが増えたんですね。で、今回、おお、めちゃくちゃ見てくれてるんだ。すっげえ見てくれてるんだ。再生リストというのがございますよね、 YouTube にはね。で、再生リストに名前を付けられたりとかして、動画を追加したりとかっていうことが、なんとこのクリエイターツール上でできるんです。じゃあ、一番上のこのマインクラフト実況再生リスト、一番みんなに見ていただいてるやつですね。これは、初めて公開したものからずっと順に、見れるようにしている、リストでございまして。で、編集ボタンが上にありますよね。ここで編集です。で、再生リストのプライバシーを変更してみたりとか、並べ替えもなんとここでできてしまいます。で、説明を追加してみたりとか、タイトルを変更してみたりとかっていうのがここでできる。もちろんですね、戻ると、この共有ボタンを押すことによって、再生リストのリンクをこれコピーすることができるんですよ。すごいですよね。すごいです。あとですね、今初めて試すんですけど、もしかしたら再生リストに追加っていう項目も、こちらの方にある可能性もございますよね。じゃあちょっと見ていきましょうね。編集。今普通の動画の編集の部分に来ております。下の方に行きましょう。はい、再生リスト。再生リスト。あら。おー、やっぱり元から選択できるのか、再生リストは。うん。再生リストに動画を追加することもできるし、その再生リストを編集して並べ替えをすることもできるし、再生リストのリンクをゲットすることもできる。これがね、素晴らしいんです。このメリットをですね、ちょっと軽くご説明したいんですけども、皆さんね、YouTube に動画をアップするタイミングって、まあ、それぞれ違うと思うんですけれども、まあ、アップしますよね。アップしてる間、まあ、動画編集して完成して、それを YouTube にアップしてる間って時間かかるじゃないですか。動画がアップロードされて、その後処理ってあるじゃないですか。ね。それを待っている間、終わるまで、そのパソコンの前に入れるのであればいいですよ。入れるのであればいいんですけれども、まあ、例えば他の用事をしていたりとか、ご飯を食べたりとか、なんかいろいろやってると、再生リストに追加することを忘れてしまったりするわけですよ。ね。まあ、そうだ。追加しなければならなかったみたいなこと。まあ、そのアップするときに、追加してしまえばそれで OK なんですけど、それすらも忘れてしまう可能性も当然あるわけですよね。YouTube をアップされてる方なら、皆さん、経験あるとは思いますけれども、そういったことをね、あったとしよう。あ、そうだ。あの動画、再生リストに追加し忘れてるってなった時にですね、iPhone さえあれば、すぐに追加することができるということですよ。そして、その再生リストのリンクを取ってきて、なんか紹介してみたりとかっていうことができる。まあ、これメリットですよね。今までであれば、ね、再生リストの URL をどこから引っ張ってこようと思ったら、サファリに飛んでっていうことをやっていかないとダメだったわけですよ。ね。なのに、今回このアップデートのおかげでですね、いつでも、こうやってリンクを取ってくることができるようになった。これはメリットでございます。YouTube 更新されてる皆さんもぜひね、この YouTube クリエイターツールは入れておかなければなりません。これもむしろ義務でございます。YouTube を更新されてる方は、必ずこのアプリを入れましょう。下に、概要欄にリンク貼っておりますから、必ず入れてください。無料です。当然無料です。YouTube さえやっていれば、簡単に、やり方等はわかると思いますから、ぜひやってみてください。はい。下に再生リストのリンクも貼ってますから、そちらからですね、この YouTube ネタに関する再生リスト、そして私が気に入ったアプリの再生リストのリンクも貼っておりますから、そちらもよかったらご覧ください。はい。というわけで、YouTube クリエイター2がアップデート情報でございました。はい。たまにはこんな動画も。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあ。マグニーチャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。少しでも気に入っていただけたのならですね、下の
チャンネル登録ボタン、赤いチャンネル登録ボタンからですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして、今後ともマグニーチャンネルの活動の中でいろんなことをしていきたいと思っておる次第でございます。よろしければですね、下のコメントもしくは下の LINE アットのからですね、 LINE アット登録していただいて、リクエスト等ありましたらぜひ、一言お寄せください。というわけで今後も頑張っていきたいと思っております。本日もご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。